銀河鉄道の夜、宮沢賢治。1、午後の授業。では皆さんはそういう風に川だと言われたり、父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか？先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして、急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だと、いつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョバンニはまるで、毎日教室でも眠く、本を読む暇も、読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょう？ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返って、ジョバンニを見てクスッと笑いました。ジョバンニはもうドギマギして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう？やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、ではカンパネルラさん、と名指しました。するとあんなに元気に手を挙げたカンパネルラが、やはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、ではよし、と言いながら自分で星座を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょう？ジョバンニは真っ赤になってうなずきました。けれどもいつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。そうだ、僕は知っていたのだ。もちろんカンパネルラも知っている。それはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちでカンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどこでなくカンパネルラはその雑誌を読むとすぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて銀河というところを広げ真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのにすぐに返事をしなかったのはこの頃僕が朝にも午後にも仕事が辛く、学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばず、カンパネルラともあまり物を言わないようになったので、カンパネルラがそれを知って気の毒があってわざと返事をしなかったのだ。そう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした。先生はまた言いました。ですから、もしもこの天の川が本当に川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星は、みんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな父の流れと考えるなら、もっと天の川とよく似ています。つまりその星はみんな、
乳の中にまるで細かに浮かんでいる雌雄の玉にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかと言いますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまりは私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその天の川の水の中から四方を見ると、ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え、したがって白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズを指しました。天の川の形はちょうどこんななのです。このいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって、地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立ってこのレンズの中を見回すとしてご覧なさい。こっちの方はレンズが薄いのでわずかの光る粒、すなわち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので光る粒、すなわち星がたくさん見え、その遠いのはぼーっと白く見えるという、これがつまり今日の銀河の説なのです。そんならこのレンズの大きさがどれぐらいあるか、またその中の様々な星についてはもう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。では、今日はその銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出てよく空をご覧なさい。では、ここまでです。本やノートをおしまいなさい。そして教室中はしばらく、机の蓋を開けたり閉めたり、本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、まもなくみんなはきちんと立って礼をすると、教室を出ました。2. 活版所。ジョバンニが学校の門を出るとき、同じ組の7、8人は家へ帰らず、カンパネルラを真ん中にして、校庭の隅の桜の木のところに集まっていました。それは今夜の星祭りに、青い明かりをこしらえて、川へ流すカラスウリを取りに行く相談らしかったのです。けれどもジョバンニは手を大きく振って、どしどし学校の門を出てきました。すると町の家々では今夜の銀河の祭りに一位の葉の玉を吊るしたり、ヒノキの枝に明かりをつけたり、いろいろ支度をしているのでした。家へは帰らず、ジョバンニが町を三つ曲がって、ある大きな活版所に入って、すぐ入り口の計算台にいたダブダブの白いシャツを着た人にお辞儀をして、ジョバンニは靴を脱いで上がりますと、突き当たりの大きな戸を開けました。中にはまだ昼なのに電灯がついて、たくさんの輪転機がバタリバタリと回り、キレで頭を縛ったりランプシェードをかけたりした人たちが何か歌うように読んだり数えたりしながらたくさん働いておりました。ジョバンニはすぐ入り口から3番目の高いテーブルに座った人のところへ行ってお辞儀をしました。その人はしばらく棚を探してから、これだけ拾っていけるかねと言いながら一枚の紙切れを渡しました。ジョバンニはその人のテーブルの足元から一つの小さな平たい箱を取り出して、向こうの電灯のたくさんついた立てかけてある壁の隅のところへしゃがみ込むと、小さなピンセットでまるで泡粒ぐらいの活字を次から次と拾い始めました。青い胸当てをした人がジョバンニの後ろを通りながら、よう虫眼鏡くん、おはようと言いますと、
近くの四五人の人たちが声も立てずこっちも向かずに冷たく笑いました。ジョバンニは何遍も目を拭いながら活字をだんだん拾いました。六時が打ってしばらく経った頃、ジョバンニは拾った活字をいっぱいに入れた平たい箱をもう一度手に持った紙切れと引き合わせてから、さっきのテーブルの人へ持ってきました。その人は黙ってそれを受け取って、かすかにうなずきました。ジョバンニはお辞儀をすると、扉を開けてさっきの計算台のところに来ました。するとさっきの白服を着た人が、やっぱり黙って、小さな銀貨を一つ、ジョバンニに渡しました。ジョバンニはにわかに顔色が良くなって、威勢よくお辞儀をすると、台の下に置いたカバンを持って表へ飛び出しました。それから元気よく口笛を吹きながら、パン屋へ寄ってパンの塊を一つと、角砂糖を一袋買いますと、一目散に走り出しました。3. うち。ジョバンニが勢いよく帰ってきたのは、ある裏町の小さなうちでした。その三つ並んだ入り口の一番左側には、空き箱に紫色のケールやアスパラガスが植えてあって、小さな二つの窓には、日用意が降りたままになっていました。お母さん、今帰ったよ。具合悪くなかったの？ジョバンニは靴を脱ぎながら言いました。ああ、ジョバンニ、お仕事がひどかったろう。今日は涼しくてね。私はずっと具合がいいよ。ジョバンニは玄関を上がっていきますと、ジョバンニのお母さんがすぐ入り口の部屋に白いキレをかぶって休んでいたのでした。ジョバンニは窓を開けました。お母さん、今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。ああ、お前先にお上がり？私はまだ欲しくないんだから。お母さん、姉さんはいつ帰ったの？ああ、3時頃帰ったよ。みんなそこらをしてくれてね。お母さんの牛乳は来ていないんだろうか。来なかったろうかね。僕、行って取ってこよう。ああ、私はゆっくりでいいんだから、お前先にお上がり。姉さんがね、トマトで何かこしらえてそこへ置いてったよ。では、僕食べや。ジョバンニは窓のところからトマトの皿を取って、パンと一緒にしばらくむしゃむしゃ食べました。ねえ、おっかさん。僕、お父さんはきっと間もなく帰ってくると思うよ。ああ、私もそう思う。けれども、お前はどうしてそう思うの？だって、今朝の新聞に今年は北の方の漁は大変良かったと書いてあったよ。ああ、だけどね、お父さんは漁へ出ていないかもしれない。きっと出ているよ。お父さんが監獄へ入るような、そんな悪いことをしたはずがないんだ。この前お父さんが持ってきて、学校へ寄贈した大きなカニの甲羅だの、トナカイの角だの、今だってみんな標本室にあるんだ。6年生なんか、授業の時先生が代わる代わる教室へ持っていくよ。お父さんは、この次はお前に、ラッコの上着を持ってくると言ったね。みんなが僕に会うとそれを言うよ。冷やかすように言うんだ。お前に悪口を言うの？うん。けれどもカンパネルラなんか決して言わない。カンパネルラはみんながそんなことを言うときは気の毒そうにしているよ。あの人はうちのお父さんとはちょうどお前たちのように小さい時からのお友達だったそうだよ。ああ、だからお父さんは僕を連れてカンパネルラの家へも連れて行ったよ。あの頃は良かったなぁ。
僕は学校から帰る途中たびたびカンパネルラの家に寄った。カンパネルラの家にはアルコールランプで走る汽車があったんだ。レールを7つ組み合わせると丸くなって、それに電柱や信号表もついていて、信号表の明かりは汽車が通る時だけ青くなるようになっていたんだ。いつかアルコールがなくなった時、石油を使ったら、釜がすっかりすすけたよ。そうかね。今も毎朝新聞を回しに行くよ。けれどもいつでも家中まだシーンとしてるからな。早いからね。ザウェルという犬がいるよ。尻尾がまるでほうきのようだ。僕が行くと鼻を鳴らしてついてくるよ。ずーっと街の角までついてくる。もっとついてくることもあるよ。今夜はみんなでカラスウリの明かりを川に流しに行くんだって。きっと犬もついていくよ。そうだ。今晩は銀河のお祭りだね。うん。僕牛乳を取りながら見てくるよ。ああ、行っておいで。川へは入らないでね。ああ、僕岸から見るだけなんだ。1時間で行ってくるよ。もっと遊んでおいで。カンパネルラさんと一緒なら心配はないから。ああ、きっと一緒だよ。お母さん、窓を閉めておこうか。ああ、どうか。もう涼しいからね。ジョバンニは立って窓を閉め、お皿やパンの袋を片付けると、勢いよく靴を履いて。では、1時間半で帰ってくるよ。と言いながら、暗い戸口を出ました。4. ケンタウル祭の夜。ジョバンニは口笛を吹いているような寂しい口つきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん街灯の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子は、だんだん濃く黒くはっきりなって、足を上げたり手を振ったり、ジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今その電灯を通り越す。そーら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来た。とジョバンニが思いながら、大股にその街灯の下を通り過ぎた時、いきなり昼間のザネリが新しい襟の尖ったシャツを着て、電灯の向こう側の暗い工事から出てきて、ひらっとジョバンニとすれ違いました。ザネリ、カラスウリ流しに行くの？ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。その子が投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニはバッと胸が冷たくなり、そこら中キーンとなるように思いました。なんだ、ザネリ！とジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリは向こうの火花を割った家の中へ入っていました。ザネリはどうして僕が何もしないのにあんなことを言うのだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに。僕が何もしないのにあんなことを言うのは、ザネリがバカだからだ。ジョバンニはせわしくいろいろなことを考えながら、様々な明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られた街を通っていきました。時計屋の店に明るくネオン灯がついて、一秒ごとに石でこさえたフクロウの赤い目がくるっくるっと動いたり、いろいろな宝石が海のような色をした厚いガラスの盤に乗って星のようにゆっくり巡ったり、また向こう側から銅の神馬がゆっくりこっちへ回ってきたりするのでした。その真ん中に丸い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。ジョバンニは我を忘れて、その星座の図に見入りました。
それは昼学校で見たあの図よりはずっと小さかったのですが、その日と時間に合わせて盤を回すと、その時出ている空がそのまま楕円形の中に巡って現れるようになっており、やはりその真ん中には上から下へかけて銀河がぼーっと煙ったような帯になって、その下の方ではかすかに爆発して湯気でも上げているように見えるのでした。またその後ろには三本の足のついた小さな望遠鏡が黄色に光って立っていましたし、一番後ろの壁には空中の星座を不思議な獣や蛇や魚や瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当にこんなようなサソリだの、勇士だの、空にぎっしりいるだろうか。ああ、僕はその中をどこまでも歩いてみたいと思ってたりして、しばらくぼんやり立っていました。それからにわかにおっかさんの牛乳のことを思い出して、ジョバンニはその店を離れました。そして窮屈な上着の肩を気にしながら、それでもわざと胸を張って、大きく手を振って、街を通っていきました。空気は澄み切って、まるで水のように通りや店の中を流れましたし、街灯は皆真っ青なもみや奈良の枝で包まれ、電気会社の前の6本のプラタヌスの木などは、中にたくさんの豆電灯がついて、本当にそこらは人魚の都のように見えるのでした。子供らは、みんな新しい檻のついた着物を着て、星巡りの口笛を吹いたり、ケンタウルス、梅雨を降らせと叫んで走ったり、青いマグネシアの花火を模したりして、楽しそうに遊んでいるのでした。けれどもジョバンニは、いつかまた深く首を垂れて、そこらの賑やかさとはまるで違ったことを考えながら、牛乳屋の方へ急ぐのでした。ジョバンニはいつか町外れのポプラの木が幾本も幾本も高く星空に浮かんでいるところに来ていました。その牛乳屋の黒い門を入り、牛の匂いのする薄暗い台所の前に立って、ジョバンニは帽子を脱いで、こんばんは、と言いましたら、家の中はシーンとして誰もいたようではありませんでした。こんばんは。ごめんなさい。ジョバンニはまっすぐに立ってまた叫びました。するとしばらく経ってから、年取った女の人が、どこか具合が悪いようにそろそろと出てきて、何か用かと口の中で言いました。今日牛乳が僕んとこへ来なかったので、もらいに上がったんです。ジョバンニが一生懸命勢いよく言いました。今誰もいないのでわかりません。明日にしてください。その人は赤い目の下のとこをこすりながらジョバンニを見下ろして言いました。お母さんが病気なんですから今晩でないと困るんです。ではもう少し経ってから来てください。その人はもう行ってしまいそうでした。そうですか。ではありがとう。ジョバンニはお辞儀をして台所から出ました。十字になった町の角を曲がろうとしましたら、向こうの橋へ行く方の雑貨店の前で、黒い影やぼんやり白いシャツが入り乱れて、六七人の生徒らが口笛を吹いたり笑ったりして、めいめいカラス売りの明かりを持ってやってくるのを見ました。その笑い声も口笛もみんな聞く覚えのあるものでした。ジョバンニの同級の子供らだったのです。ジョバンニは思わずドキッとして戻ろうとしましたが、思い直して一層勢いよくそっちへ歩いていきました。川へ行くの？ジョバンニが言おうとして少し喉が詰まったように思ったとき、ジョバンニ、ラッカーラオはギクくるよ。さっきのザネリがまた叫びました。ジョバンニ、ラッカーナエワギクくるよ。すぐみんなが続いて叫びました。ジョバンニは真っ赤になって
もう歩いているかもわからず急いで行き過ぎようとしましたら、その中にカンパネルラがいたのです。カンパネルラは気の毒そうに黙って少し笑って、怒らないだろうかというようにジョバンニの方を見ていました。ジョバンニは逃げるようにその目を避け、そしてカンパネルラの背の高い形が過ぎていって間もなく、みんなは天でに口笛を吹きました。街角を曲がるとき振り返ってみましたら、ザネリがやはり振り返って見ていました。そしてカンパネルラもまた高く口笛を吹いて、向こうにぼんやり見える橋の方へ歩いて行ってしまったのでした。ジョバンニは何とも言えず寂しくなって、いきなり走り出しました。すると耳に手を当てて、わーっと言いながら片足でぴょんぴょん飛んでいた小さな子供らは、ジョバンニが面白くて描けるのだと思って、わーいと叫びました。まもなくジョバンニは黒い丘の方へ急ぎました。5、天気林の柱。牧場の後ろは緩い丘になって、その黒い平らな頂上は北の大熊星の下にぼんやり普段よりも低く連なって見えました。ジョバンニはもう露の降りかかった小さな林の小道をどんどん登っていきました。真っ暗な草やいろいろな形に見える藪の茂みの間を、その小さな道が一筋白く星明かりに照らし出されてあったのです。草の中にはピカピカ青光を出す小さな虫もいて、ある葉は青く透かし出され、ジョバンニはさっきみんなの持って行ったカラスウリの明かりのようだとも思いました。その真っ黒な松や楢の林を越えると、にわかにがらんと空が開けて、天の川がしらしらと南から北へ渡っているのが見え、また頂きの天気林の柱も見分けられたのでした。釣り金草か野菊科の花がそこら一面に夢の中からでも香り出したというように咲き、鳥が一匹丘の上を鳴き続けながら通っていきました。ジョバンニは頂きの天気林の柱の下に来て、ドカドカする体を冷たい草に投げました。町の明かりは闇の中をまるで海の底のお宮の景色のように灯り、子供らの歌う声や口笛、キレキレの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くで鳴り、丘の草も静かにそよぎ、ジョバンニの汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。ジョバンニは町の外れから遠く黒く広がった野原を見渡しました。そこから汽車の音が聞こえてきました。その小さな列車の窓は一列小さく赤く見え、その中にはたくさんの旅人がリンゴを剥いたり、笑ったり、いろいろな風にしていると考えますと、ジョバンニはもう何とも言えず悲しくなって、また目を空に上げました。はあ、あの白い空の帯がみんな星だというぞ。ところがいくら見ても、その空は昼先生の言ったようなガランとした冷たいとこだとは思われませんでした。それどころでなく、見れば見るほどそこは小さな林や牧場やらある野原のように考えられて仕方なかったのです。そしてジョバンニは青い琴の星が三つにも四つにもなってちらちら瞬き、足が何遍も出たり引っ込んだりして、とうとうキノコのように長く伸びるのを見ました。またすぐ目の下の町までがやっぱりぼんやりしたたくさんの星の集まりか、一つの大きな煙かのように見えるように思いました。